あ、そういえば、お花植えなきゃ。ニフェルムを植えよう。花言葉は忘却、眠り。おやすみなさい。なんか埋まってんの発見した。おお、ジューダスのカルタ。またか、悪夢はいつも。なんかある？ブラッディーローズを植えよう。ガルドを求めるヌスットの匂いがする。ルーティーかな？マムシソウを植えよう。マムシソウは、ま、虫が来そうだね、きっと。うん。名もなき花を植えよう。名もなき花、私みたい。これで一晩経ったら何か花が咲いてファーみたいな何か表現雑すぎんだろまあ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 、違うのよ。各地にいる猫を全員満足させて何かしら起こしたかったけど、その猫を10匹見当たってないので見当たってその確認作業がてらやってただけなんですよ。でついでに依頼も見ていこうとね。ほら、ムーンアンクレット。あ、おった。あげる。サーモンあげる。にゃ、にゃ、な、えい、ー、にゃー。なんすか？はっはは、猫人の村。なんか来た。何からノコを守ってるんだ？ノコ、これノコっていうの？にゃー。ちょっと待って。そのパスワードまだ知らない。お、猫まっしぐらそう。お、ドンちゃん、カッちゃん、あれベリルじゃないか、あれ。いやーって、あのベリルの人形取らしてよ、ちょっと。ダメ？取れない。どうしてかな、女の子は画家のような気がする。そうだな、画家だよ。それも世界クラスの画家だよ。あ、なんか猫人がいっぱいいる。もうすげえメルヘン。すげえファンシー。にゃーにゃーは、こう言語がわからんからな。ちょっとニャウリンガール持ってこい。ニャウリンガール、バオリンガールじゃなくて。にゃー、ディスカバリー、また旅。犬猫どっち？また旅の一種みたいね。また旅って猫が好きなやつ？猫が酔っ払うって言うわね。猫といえばさ、よく猫っぽい人とか犬っぽい人とか言うじゃない？シェリアは猫っぽいね。そう？よく犬っぽいって言われるけど、アスベルも犬っぽいわね。そうかな。アスベルと教官は猫っぽいよ。ソフィーとヒューバートは犬かな。全部逆じゃない？パスカルはやっぱり変よ。それなら自分自身はどう思うの？私は断然猫っぽいね。当たってるわ。パスカルって破天荒だし、そんな感じ。あ、ごめん。でも驚いた。自己分析は冷静にできているのね。ワン！やっぱりパスカルって頭いいのよね。なんだかな。まあ言うてはマルチアの人ですし。お、魔法カルタナンバー40、ゼロスのカルタ。押さえて押さえて、俺の可愛いハニーたち。オノサカ、ヤングオノサカ。にゃーにゃーあーにゃーにゃー、猫ヒロシになりそう。ありゃ、こんな場所をよく見つけたの。ここは猫人の村、うつつの狭間にある場所。
そうだ、いいことを教えよう。グレルサイドウォールブリッジの南、半島の先にそれはある。グレルサイドウォールブリッジの南、半島の先、何の話だ。おお、にゃーにゃー、わーってなんだ、人形か。にゃー、でか、なんだ、何か言ってる。羅針体の読み方を入力、ホスリタスだっけ。にゃにゃ、ムービー猫に、すなわちラブです。このような場所があるとは驚きです。この世界にはまだまだ知らない場所が存在しているってことだよ。でも私たちってどうやってここまで来たのかしら。そりゃ愛だよ。あ、いい愛。パスカルから最も縁遠いと思われた言葉が飛び出したな。愛か。それでどんな愛なの。私たちが野良猫に餌をやり続けたご褒美。ご褒美って。愛もそれぞれさ。だよね。深いな。パスカルのは深くないわよ。あさあさよ。深いな。にゃ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 言うとるけど、まだまだ何とかわからんもんで買い物もできへん。にゃー、宿屋と武器屋と道具屋があるってのは分かったけど、ホスリタスか。あ、違う、ホスリタスちゃう。ラスタリア？ラスタリアも違うな。開かない。羅針体。ホスリトスらしい。そんなワード出てきたか。よいしょ。アワーグラス。そのワード出てきた覚えないんだけどな。まあいいや。グレルサイドウォールブリッジ南、まあその辺で。で何があるの、何があるの。それをこれから確かめに行くのか。うわ、なんかあった。猫好きじいさんの家。猫がいっぱいいる。ごめんください。留守かな。この家すごいことになっていますね。にゃんこがいっぱい。おんや、あそこに誰か寝てるよ。すでに死んでいたりしてな。いや、やめてくださいよ教官、笑えませんってば。あ、起きないだけだよな。おじいさん、失礼ですが起きてください。おい、そのじいさん、本当にちょっとおじいさん起きてくださいね。起きてったら。あ、起きた。うっさいばい。たく、人が気持ちよく寝ているところになんじゃい。鼻返す金ならねえぞ、鼻くそビッと。おお、じいさん鼻くそ戦争始める気だね。おい、その戦争に俺を巻き込むなよ。おじいさん、猫の村にいたおじいさんですよね。ん？おお、確かお前さんたちは村で見た者たちか。それじゃ鼻くその代わりにこれをやろう。猫をデックじゃん。これがあれば猫人たちとも普通に会話ができる。あと猫人の服もあげちゃう。ありがとうおじいさん。なあ、私犬派なんだよね。猫デック、これニャオリンガル？猫人の服。ほう。ミルク。さっき猫まっしぐらそう取った。
あ、種じゃないのこれ。別段種じゃないのね。猫マッシグラスを。まあ今いいでしょう。猫人の村行きます。ピュルルルル。いやー、これで話せる？不思議なラベンダーはいらんかにゃ。おお。ちょっとその射的やらしてよ、射的。射的、それやらして。やっはー、回ってるのは世界かにゃ、それとも私の猫かにゃ。なんか喋り出したら急になんか、あれだね。あなたなんかない。違う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 。てっぺんにまん丸な皿が浮いている魚はどこ、猫か。でもこれで依頼とかができるようになったからな。宿屋があるってことは依頼があるってことだ。あのどんちゃんかっちゃんもなんとかなるかな。よおじいちゃん、あの猫人の服はわしがお前さんくらいの頃着とったものなのじゃ。ほう。ところその猫人の服っていかほどの性能。あー、ライズ。心休まる、心躍る、どっちだ。おお、帰ってけえへんぞ。不思議なシーソーだ。考えるんだにゃ、このままでいいのかにゃ、俺の人生ってにゃ。うんうん、深い話な、深い話なんだ猫な。よいしょ、俺の後ろに立つにゃ。お、ご利用ありがとうございます猫にゃ。こたつはいい感じに温まっております猫猫。光る果実、尖った爪、なめし川、クリアしたでしょう。あ、なんかいっぱい取った、いっぱい取った。これはフカヒレ。お、魚に食われてるぞ。フカヒレありがとう猫。ねえねえ、フカヒレって何に使うの？料理に使うんじゃないの？そうなの？半分は食べる猫、もう半分は成長するのを待つ猫。成長？ねえ、フカヒレって大きくならないわよね。うん、そうだと思うけど、それよりも前にあれは食べられないんじゃ。なるほどね。どうしたの？ソフィーってさ、体が小さいこと気にしてる？そうでもないけど気にはなるかな。どうしてだろうって。もしも物が大きくなる機会があったら便利だよね。そう猫、フカヒレも大きくできる猫。あれをこうやって、それをああできれば、まさかできるのか。いや無理でしょ。できねんかい。できそうな言い方だったのに。いや、期待させないでほしい猫。でもパスカルならいつか作っちゃいそうだね。確かに。お、みんなに期待されると燃えてきちゃうよ。やっぱりやってみようかな。いつ猫、いつできる猫か。1000年後ぐらい。もう死んでる猫。その情熱が消えないようにこれあげる猫。よーし、頑張るぞー。おー、アスベルもシェリアも、お、おー、が、頑張るぞー。もっと、あ、あ、体が小さいことを気にしてたのか。あ、あ、あ、二人とも笑ってないでちゃんとやって。お、パスカルの専用装備、来た。これで全員分の専用装備が揃ったんじゃないの。あとはこれはもう地道に強化していけばいいから、あとはあれだな、武器だな。
まあ依頼み、これはもうあんたたちダメ猫ね。なんとかの生地を持っていらっしゃい猫、新しい服を作ってあげる猫。ちなみにその生地は大昔にストラタの都で使われていたらしい猫。なんとなくある場所は察したけど嫌です。もうあんたたちダメ猫ね。真珠の花材と持っていらっしゃい猫、新しい服を作ってあげる猫。ちなみにその色は大昔にウィンドルの王族が使っていた猫よ。ウィンドルの王族、今ここは今まで見たムービー思い出せるんだ猫。あームービー、いらっしゃいませ猫。あー、これ道具屋だね。何売ってる、なんかそれとなくなんかいろいろ。こっちは武器屋猫、チャット屋猫。これは今までに見たグルービーチャット。あーこれ見逃したやつがあるとなんか数字が飛んじゃうような、そんな感じ。ほらほら、ちょっと飛んだ、この辺この辺とか飛んだまあまあちょいちょい飛ばしちゃってるのもあるだろうさっていうね。まあまあその辺はしょうがない、さすがにチャット全部は厳しいものがある。それじゃあバロニア城行ってみるか。花咲いたかな。お、咲きまくってるね。これ揃ったんじゃないの。これだけ花が咲くとなんだか嬉しい気分になるわね。私も嬉しい。ソフィーはやっぱり花が好きなのか。だんだん好きになったの。お花が咲くと嬉しいから。嬉しいか、よかったな。何かしら、あれ光ったわ。ん、何、何かの種みたい。何の種でしょうか。でも植えた種にこんなのはなかったよな。ん、誰だよあんた。おや、その種はまさか。道具屋さん知ってるんですか。ほう、これはこれは、もしかしたら珍しい植物の種かもしれませんよ。よかったなソフィー、それじゃあ早速植えてみよう。でも大丈夫かな、もしこれがその種であれば育てるのはとても難しいですよ。常に目を離さないでおかないと。どうするソフィー、ならおじさんが育ててくれる？いいの？お花好きなんでしょ？それに珍しい花みたいだぞ。うん、いい。もしこの花が咲いてみんなが嬉しい気持ちになったらそれでいい。そうですか。それじゃ大事に育ててるからね。多分実をつけるはずですから、その頃に道具屋にいらっしゃい。うん、うちの子をよろしくお願いします。うちの子って。ソフィーはお花のお母さんね。うん。まあ、適当なタイミングで道具屋に行けばいいか。あとで道具屋にね。いっぱい花が咲いたわね。ありがとうソフィー。どうして俺？これまで花壇と呼べるほど花がいっぱいになったことはなかったから嬉しいの。うん、どういたしまして道具屋に渡した種だが、しばらくしてから様子を聞きに行ってみるか。珍しい種かもしれないって言うからな。もしそうならソフィーの手柄だ。私の、うん、見に行く。お、肝心の俺が忘れそうだけどな。忘れないようにしよう。でバロニア、あ、こんな宝箱あったっけ。あ、これか、真珠の玉糸。まあ圧倒的に何かしら割れた跡があるけど。それじゃあこれ持って猫人の村に行けばいいか。もうそろそろ収録時間がまずいんだが。
桃のコンポート。はい、真珠の飾りと持ってきたよ。あんたも問題猫よ。この人は失礼だが、寝すぎ猫よ。依頼主猫、依頼主さんが私たちに何か用ですか？おだまり猫、あんたたちじゃない猫よ。あんた猫、私？あなたくるっと回ってみせなさい。恒例のファッションチェック猫よ。さっさとしなさい猫。くるっと、これでいいですか？一言ない猫。寝すぎさん、ファッションチェックをお願いします。あなた若いからその服とってもお似合いだと思う猫よ。あら、でもきちんとした場所にもその服で行ってる猫ね。まあ完全な勘違いタイプ猫ね。若さでどうにかなると思っている猫よ。そんな私は別に。いらっしゃい、見てあげる猫。そのために依頼をお願いしていた猫から。どこに行くんですか？いいからいらっしゃい猫。そっち何もねえよ。連れて行かれちゃったよ。まあすぐに戻ってくるだろう。遅いねシェリア。まずかったか。お、寝すぎ戻ってきた。さあいらっしゃい猫。あら、謎のエフェクトが。どうソフィー、かわいいシェリア。触り心地もとってもいいのよ。似合ってるじゃないか。テーマは純白の霊状猫。こんなものもらってしまってよかったのでしょうか。いい猫よ。ただしただとは言っていない猫。あなたたちと一緒にいた刀を持った男の子がいた猫ね。アスベルですか？あの男の子を置いていってほしい猫。え？どこ？あの男の子はどこにいる猫？嫌です、アスベルは置いていきません。きー、強情な子ね。あんた、あの子の何なの猫。あなたあの子の何なのよ。私はそのいい、そのういういしさが腹立つ猫。もういい猫。プンだプンだプンだ。したことにはどっとど幸せになるこの野郎。今日強烈な猫人でしたね。ああシェリア称号純白の霊杖を習得しました。来たね、衣装系称号来たね。正直ね、一回稼ぎ作業したいんだよね。一回稼ぎをしたい。お、バトルソード堅苦しい。ちゃんと用意したんだよ。 OK、 ではこれで一回気にしたいと思います。それではありがとうございました。